男性はなんかこれをやって当たり前っていうのがないよね。ない。もうなんか何やってもすごいね。シャボヤ、シャボヤ花。やばい、声が出なかった。我没有被宠坏，但是啊，なんか中国語。なんか結婚しなきゃよかった。靴下ね。靴下ね。結婚。冗談冗談。どう仕事。責任感があるかどうかって大事。結婚ってなると顔顔顔。はい、皆さんこんにちは、しょうこです。ナナです。台湾に住んで2年になります。今日はなぜナナちゃんをね呼んだかというと、最近ねインスタの方でなんかいつも動画見てるよっていう日本人の女の子からコメントをいただいてね、チラと同じように、うん、その台湾男性と今付き合ってて、うん、それでいつも動画見てるんだけどすごい幸せそうで、あ、わかる。でも実際なんか本音を聞きたいなみたいな、うん、例えば文化の違い、あと言語とか。奈々ちゃんは付き合ってどのくらいで結婚したんだって？付き合って1年で結婚して、で結婚してもうすぐ4月で2年になる。でもまあ私たちはねもう結婚してね、2年ぐらい経つから、うん、もう慣れてきてね。そうそう、もう完全に結婚生活を送っている。今日はまず国際結婚で問題なのって言語の壁。壁ね。私の場合は中国語話せてたから、うん、最初からね。そう、私は問題だなって思ったことなかったんだけど、うん、どうですか？でも私はフィリピンで会ったんですね。え、フィリピンだっけ？そうそうそう、英語留学しに行って、なんか、うん、その時は中国語はニーハオ知ってますみたいな。あ、ニーハオねみたいな。中国語、はいはい、ニーハオねみたいな。わかる。なんか中国語って言ったらニーハオ、あ、そう、ニーハオ、シェイシェイシェイみたいな。あ、お会いにお会いに。この3つしか知らなかった。で、なんか、まあ、付き合い始めまして、うん、で台湾に住もうってなった時に中国語を勉強しようってなるんだけど、うん、なんか超難しくて中国語。めっちゃ難しいと思う、中国語って。なんか発音、そう、発音めっちゃ難しい。日本語に全然ないし、なんか語学学校でなんかじゃあチューチューって言ってみたいな、でチューチューって言っても何チューチューって、そう、伝わんないの私の発音じゃ。え、チューチュー、行く、チューチューはチューチュー、え、なこれ言えないの私これ。で言えないのね、日本語の発音にない音だから。それ日本語で なんて意味？出かける。ああ、チューチュー、そう、ほら分かんないの私の。なんか私台湾人みたいになっちゃった。そっか、分けられなくて発音が。あとごわんごわんかとか、あ、これは伝わるんだけど、これ難しい、分かる、難しい。そういう伝わんないっていうの結構あるし、だし、なんか喧嘩になりましたって、じゃあ旦那さんと私と喧嘩になりましたって時にもう一番なんか何なのってなっちゃう。そう言ってた。さっきさカフェしに行ったんだけど、なんか言語がそのお互いそんなにさ、うん、語り合えないから。そう、語り合えない。喧嘩になりにくい。なりにくい。なんか喧嘩したいけどさ言えないもんね。なんかね、喧嘩にまずならない。喧嘩になるレベルに私の中国語がないから、もう怒ってそう、なんでこのコップ片付けないのとか、日本語だったら、え、なんでこのコップ片付けないのって。わかる、わかる。なんか感情のさ、そう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 、出し方がわかんないよね。このコップなんで片付けないのってロボットみたいになってる。旦那はさ聞いて面白いじゃん、その中国語。すっごいわかる。なんか本当は怒ってるんだけど、ちゃんとした言葉でこうやって話さないといけないから、うん、私はなんかそんなに本気で怒ってないかなって思うよね。そうそうそう、だからあっちはさ、なんか結構怒ってるつもりで言っても、なんかはい、ごめんねってなって、ね、なんか私もそんな感じで来るんだと思って、全然いいよってなっちゃう。でいつもさ、旦那さんのものまねがさ、本当こんななの？いつもこんな感じなの？本当こんな感じ。本当でね、うん、なんか日本女性って我慢強いと思うんだよね。でなんか思ってもこれプライド傷つけちゃうかだって思っちゃうの私。そう、心配してなんか、あ、ちょっとなんか待ってみようみたいな。そうそう、機会与えてあげようみたいな。そうそう。だから言語の問題は、実際そんなになんかコミュニケーション取れなくても、やなんかね、うん、なんかできるやつ。なんか結婚してからどんどん、じゃあ一緒になんか分かる、なんかね頑張っていこうみたいになるよね。そう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 。そして文化問題。
文化の違いある？あるよ、超ある。なんかさ、土地で言われるとさ、え、なんだろうって思うんだけど、実際多分生活してる中でいっぱいある。まあ、文化っていうのかな、わかんないけど、一番なんか今まで全然受け入れられてないのはあってやつ。え、待って、これわかる。でもさ、旦那だけじゃないよね。そう、旦那だけじゃない。でもなんか旦那とこんな3年間一緒に住んでてもまだなんかはって思っちゃう。なんか日本人がはいっていう感覚ではっていう。そう、あの日本でははってさ、ヤンキーヤンキーとか、もう本当に多分あの恋人同士とか喧嘩した時に、は、何言ってんの感じじゃん、うん、でも台湾は普通になんか、え、なんて言ったみたいな感じで、うん、はってユリはそれ言わないからよかった。いいな、なんで。あとさ、台湾のさ、これそれはすごい言うのね、生活してて。でもそれ私の言わない。あ、私もなんか友達とは言ってるけど、私の前では言ってない。なんか私が勉強しちゃうから、それ。そうそう、学んじゃうから。なんかアグリ的に日本女性はなんかもうおしとやかで、そういう言葉遣いを使ってほしくないみたいって言ってて、うん、え、あとなんだろう、なんか、え、なんかすごい私に自由を与えてるっていうか、なんかもう生きてるだけでなんかすごいよみたいな、散歩歩いたらすごいよナナみたいな。ね、わかるよ。なんかさ、日本人と結婚したことないからわかんないけど、だって日本人男性と結婚したら、うん、女性は例えば共働きでも、はいはいはい、女性は夜なんかちゃんとご飯作って、ね、洗濯物とかも女性がやって、子供の世話も女性がやるっていうなんか考えな気がするの、うん、でも台湾男性はなんかこれをやって当たり前っていうのがないよね。ない。もうなんか何やってもすごいシャボヤシャボヤハナ。やばい、声が出なかった。みんなそうなんですか、台湾男性って。フリさんもそうでしょ。なんかご飯、あ、今日疲れたからご飯作りたくないとか言ってもさ、なんか適当っていうか、何かを提案すれば、うん、あ、いいよって、何でもいいよって言うの。え、私的にはそれすごい大好き。私が生きてるだけで嬉しい。うん？なんかそれはさ、なんかナナちゃんの旦那さんがすっごい多分。すごい心、海のように広いんだと思う。え、でもアグリさんもそんな感じじゃない。でもそれを言葉に言わない。なんか娘みたいな感覚になってくるね、それ文化の違いの点では結構いいことが多いかもね。次は、ね、友人関係、まあ、彼の友人とかの付き合いみたいな。これ全然違うと思う、私。日本と台湾なんかどう？めっちゃ俺の友達はお前の友達みたいな。なんか友達と会うってなったら普通に一緒来るでしょみたいな。そう、前提ね。例えば今日ナナちゃん初めて私の旦那さんね、アグリと会ったんだけど、なんかもう最初から私ナナちゃんと会うんだ、家に来るんだって言ったら、あ、じゃあレストラン予約していくね、じゃあ向かい駅まで迎えに行こうみたいなって言って、日本だったらさ、さすがにその迎え行った後なんかカフェ行ったんだけど、そこには来ないかなって思うじゃん、うん、でも当たり前かのように、うん、いや俺も行くけどみたいな感じなんだよね。あとなんか私の旦那さんもそうなんだけど、なんかナナの友達はなんかナナをなんかすごい大切にしてくれてる子なんだから、僕たちもなんか僕もなんかナナの友達のこと大切にしてあげたいみたいな。待って、同じこと言ってる。そう、だからアグリさんもさっきなんかご馳走してくれたし。そう、なんかアグリもそのせっかく台湾で日本の友達と会うんだし、そのことをすごいあの仲良くしてほしいから、そうそう、保護者もその友達を大切にしたい。保護者なの？みんなそうなの？本当に気になる、みんな。何なのこの人間性。そう、何なの？教育？そう、小さい時からの。で、日本だと多分気まずいみたいな、俺いいわ、めんどくさいってなるよね。行ってきなーってなるよね。女性ってどうなんだろう、台湾の。え、なんか彼氏連れてくのかってこと。そう、え、どうなんだろうね。その女性が見ていれば教えてください。次はね、もう一番多分、
全世界で結婚した後に気になること、義家族、そう、義家族、うん、だから旦那さんのお母さんとかお父さんとかあと兄弟とかとのなんか付き合い関係みたいな、私個人的には一切問題ない。問題ない。どうですか？あのね、私個人的にも一切問題ない。もう、ね、大好き。私個人的にもでもなんか日本とはやっぱ違うだろうなとは思っちゃう。うん、え、あのいいってことでしょ、台湾の。うん、どうなんだろう、なんか私が思うに日本の多分結構田舎の方の感じの付き合いに似てるのかなと思う。わかる。私東京だから、なんか義家族とか、1年に 1,2 回会いますみたいな感じだと思うのね。そう。でもなんか私台湾で1ヶ月に1回しか帰らなかったらちょっと少ないなって思うし。わかる。だって自分たちさ、日本にいても自分の家族とでも、うん、お正月とかさ、年に3回とかぐらいじゃない、会う、うん、自分の家族でもだよ。もう台湾来て、その結婚してから本当なんか会う機会が増えた。ずっと会ってるよね。ずっと会ってる。お姉ちゃんがいるんだけど、アグリはお姉ちゃんと全然アグリ抜きで、なんか一緒にうちの息子とお姉ちゃんと3人でご飯行ったりとか、あとアグリのお父さんとお母さんとも全然もう LINE する。うん、グループとかじゃなくても写真送ったり。はいはい、分かる分かる。なんか私 YouTube やってるんだけど、なんか YouTube やり始めましたとか言ったら、なんかいろいろ送ってくれて、え、何を、なんかこんな YouTuber がいるよみたいな、この、はい、この動画とかナナがやったらきっと伸びるよみたいな。分かる。すごい関心をさ持ってくれるよね。我が子の感じ。そうそうそう、我が子かのように、なんかもう結婚したらうちの娘だよって。私なんか日本だったらなんか義家族と出かけるって多分少ないけど、なんかママがめっちゃ誘ってくれて、あ、か付き合ってる時から、で結婚する前からなんか、なな今週の日曜日このカフェ予約したから一緒行こうねみたいな。人は結構伝統的なお母さんって感じ。もうその台湾のお母さんみたいな。そうそう。あのお母さんたちは金東に住んでるじゃん。うん、あ、そっかそっか。そちら新北に住んでて遠いんだけど、来た時はもうなんかすごいダンボール2つこんぐらい、はいはい、全部食材入ってでキッチン行って、うん、何も言わずにもうご飯作り始めて、全然なんかその嫁だからって、うん、なんかご飯作りなきゃいけないの。そう、なんか実家お邪魔してなんか手伝いますって毎回言ってんのに、もう手伝わなくていいよ座ってみたいな、フルーツ食べるみたいな。え、めっちゃさ毎回フルーツそう、ずっとフルーツあるの超優しいの。こんななんかこんないい関係なこともあるんだって思った。逆に待って、うちらもさこんな、なんか嘘かのようにいいことばっかり出てくるんだけど、これ本当自然に今話してて、分かんないけどね、その人によるかもしんないけど、例えば帰ってきた時に靴下脱ぎっぱとかさ、ね、あるとなんか結婚しなきゃよかった、靴下ね、靴下脱ぎっぱ、冗談冗談なんか、ああ嫌だなってなるじゃん。もうそういう時にさ他の部分でこういういっぱいいいところあるのになっていうのを忘れがち。台湾になんか昆虫ピンってあるじゃん。え、何、昆虫、昆虫ピン、私ね、あれになってきてると思うんだよね。プリンセス病みたいな感じでしょ。本当私のことをプリンセスみたいに扱ってくれるから、だんだん自分がプリンセスに思えてくるっていう。被宠坏我没有被宠坏但是あ、なんか中国語でも、他们也有被我们有宠坏的点。うん、本当ここまで話して、結論、台湾男性は本当に結婚してからも変わらないよね。何も変わらない。だって変わる部分って本当にさっき言った靴下脱ぎっぱとか、うん、服脱ぎっぱ、これって多分全世界の旦那さんあるある、うん、奥さんがイライラしてることだから、今言えるのは台湾人男性と結婚するのはおすすめっていうのが、日本の友達みんなに私言ってるもん。
私も言ってる、人と付き合いなよって。わかる。そう、でもこれもあくまで私たち恵まれてる、うん、のなんか実体験っていう、うん、みんながみんなそうとは言えないよね。そう、だから大切なのはもうなんかどこの人とかじゃなくて、最初の出会ったフィーリングとその後の中身って大事。男は本当そう、ちゃんと仕事して責任感があるかどうかって大事。結婚ってなると顔それが言いたかったの。責任を持って家のこの柱として。そう、ね、ありがとうね。あ、ちなみに、奈々ちゃんは水亀座です。あ、水亀座です。そして YouTube のチャンネルもやっております。どんな紹介みたいな。よかったらみんな見に行ってください。ありがとうございます、はい、ではまたね。バイバイ。なんかめっちゃ話した気がしちゃう。え、30分話してる。